所属チームと名前をお願いします。所属チームはあいなく神戸レオネッサです。名前は高瀬めぐみと申します。お願いします。お願いします。お願いします。早速いきます。はい、じゃじゃん。趣味は趣味読書。たかが言うとなおさら読書っていう、なんかかっこいいよな。そう、ありがとう、ありがとう。 ちなみにさ自己啓発系、うん、あの小説系。あ、小説小説。自己啓発は読まないわ。へえ。うん、じゃあタカの一番おすすめの小説はもうこれ絶対読んでほしいみたいな。絶対読んでほしい。あ、でも人だとあの湊かなえさんが好きで、ミステリー小説はおすすめかな。その中でも、その中でも、あ、ね、いつもずっと言ってるけど、食材っていう本。初めて聞いた。うん、なんか難しい感じ、償いみたいな感じで書くやつ。機会があれば読ませてもらいます。あ、お願いします。かっこいい。いやいや、もうほんとやめて、秘書。読む本がかっこいいもん、それな。もうやめて、ほんとここだけなのよ、このキャラ設定。いやいや、もう誰もが思ってんで、ファンの人たちもみんな。ありがとうっす。じゃあ次いきます。はい。最近ハマってるものは。最近ハマってるもの、最近ハマってるもの、最近ハマってるもの、あ、自然。どういうこと。あ、自然に触れに行くことが多い最近。例えば山とか海とか川とか。え、じゃあオフの日 に行くってこと。オフの日に行く。最近なのそれ。結構今までやってなかったの。いや、やってた。インドア系かと思ってた。だから意外だった、アウトドア系なんだって思って、うん、あ、でもそう、インドア、めっちゃインドア、うんうん、ちょっと絞り出した、ごめん。あ、でも自然に触れるの好きなんだ。あ、好き好き、自然はすごく好き。うん、うん、ちょっとリフレッシュされるよね、やっぱ外のさ、自然に触れると。うん、なんか美味しい空気吸うの好きかな、やっぱ好きですね、やっぱね、そういうの。いや、ほんとそう。それそれ、うん、ほんとにそう。次いきます。はい。座右の銘は。初心はするべからず。初心忘るべ、なんて言った。初心忘れば忘るべ忘るべからず。忘るべからずっていうんや。すごい。え、それはいつから。いつからだろう。なんか子供の時母親に言われてから。いや、でもお母さんからそんな言葉をもらったらさ、絶対嬉しいよな。うん、なんか嬉しかった。なんかしかも4つぐらいある。なんかいろんな、なんとかの初心とか紙に書いて忘れるようにしてんだけど、うん、なんかアビコの、なんかアビコだっけ、なんかの言葉みたいなやつ。うん、うん、あなたもできなかったことがあったでしょみたいな気持ちを忘れないとか、だからそう、人に対してそう、忘れちゃダメだよみたいな、あなたもそうだったこと忘れちゃダメだよとかみたいなとこ。親御さんの教育がしっかりされてるだね。そう、まあ、それそう、感謝の気持ちも絶対忘れちゃダメだよとは言われてる、言われてきた。でいきます。はい。自分の性格を一言で言うと。難しい。え、めんどくさがり。ちょっと待って。めぐみ？めぐみ？で、めぐさんも言ってたよね。めぐみやん。そう、めんどくさがり。めっちゃめんどくさがりやと思う。え、どういうところが？ね、あの予定立てるのとか苦手かも。あの、うん、先に何か待ってることとか苦手かも、うん、あともうほんと基本めんどくさいって思っちゃう。だから外出かけるのもめんどくさいとか。え、じゃあさ、1週間後ご飯行こうみたいな誘いとかは。だからなんかもうわかんない、めんどくさいやん。うん、なんかノリでだったら意外に、え、今日ご飯行くけど行くぐらいの方が、あ、行く行くってなるかもしれない、可能性が高い気がする、そっちの方が。なるほどね、なるほどね、うん、そういう人が多いんかもよ。昔よりは良くなった。今は先に予定立てれるようになったけどね、大人になって。え、じゃあさ、これからご飯誘うとき、うん、急に誘うな。うんうん。
オッケー。あらかじめ誘うのやめとくな。え、いいや、アス誘ってよ、あらかじめ。大丈夫、あのもしタカに予定があってもそこの予定に一緒に行くから。ああ、合わせてくれるのね。うん、ありがとう。そう、待って待って、ね、その方がめんどいぞ違うめんどくささ入ってきてるぞタカえ、だから今の会話とかもそう、多分作ってきそうだったでしょめんどくさかった最高。終わらせようとしてたよね、今多分話を。なるほどね、そういうみたいなとこ、今みたいなとこ。え、それめっちゃ嫌やん。じゃあ嫌なやつやん。おい、じゃあそういうことじゃないの。そういうことじゃない、じゃない。あ、違うのよ。うん、うん、違う。話をこうめんどくさいからパッて切って終わらせようみたいな感じだよね。そうそうそう、うん、なるほど、ちょっとわかった次いきます。はい。休日は何してる？基本的に本当に何もしてない。読書ぐらい。あ、部屋掃除してる。読書はさ、あれ電子じゃなくて紙。紙がいい。じゃあもう本さ、家にたまりにたまってんじゃん。あ、そうなの。あ、だから気に入った本は残してって、あ、これはもう読まないなって思ったら、あの、バイバイする。で、ちなみに何冊ぐらい家に本ある？今多分50ぐらいはあると思う。じゃあさ、そのさ、本棚の写メさ、ちょっとさ、今度送ってもらっていい？ごめんなさい そりゃそうだ、シークレットです、うん、だってすいません、 SNS 一個もやってないもんね。はい、すいません自分を出さないので有名なタカがやるわけないよね。はい、ごめんなさい。停止チャンネル頑張れ。いや、もうほんと、もう精一杯、今ここに画面に映ってピン止めされてることで精一杯です。いや、マジでありがとう。はい、ありがとうございます。はい、次いきます。はい。昔していた習い事は？あ、サッカーだけ。初じゃない？え、サッカーもな、うん、あ、ほんと、うん、オンリー、サッカーオンリー。サッカーは何歳から始めた？少年団に入ったのが小学校1年生の時。小学生の時ってさ、週どれぐらい練習してた？少年団だよね。うん、え、どれぐらい？週4とかじゃないかな。うん、それぐらいだよね、少年団って、うん、4、5、そんぐらい。うん、うん、北海道だ、男子だもんね。そう、男子だね。スタート男子の男の子の中で始めた。なんか中学生の時さ、女子のトレセンとか行った？なんかさっきが行ってたって言ったんだけど。あ、行ってた。なんかでも小学校の時からあったよ。だからさっきと一緒にやってたのさ。え、だからさ、女子は入ってなかったの？女子は、なんか地元で女の子でやってんの、ほんと3、4人ぐらいだったし、だから女子の大会に出るってなったら、なんかね、釧路ってとこ、自分北見ってとこなんだけど、釧路ってところ片道3時間ぐらいのところにのチームに混ぜてもらって出たり、道東、北海道の東っていうくくりで大会に出たり、なんかそれぐらい広く取らないと試合に出れなかったかも、女子の大会には。釧路リベラルティ。あ、正解。え、何してんの？小学校の時さ、パンフレット見るの趣味で。ああ、わかる、めっちゃ見てた。まず開いた1枚目が北海道の釧路リベラルティなわけ必ず1枚目は北海道なわけ。よく覚えてるね。めちゃくちゃ覚えてんで、チーム名も。でも、私はパンフレットってラスを覚えてるよ。え、マジ？皆さん、タカ覚えてんで、パンフレット撮ってるタカ。本当、嬉しい。でも、私もラスを覚えてる、ちゃんと。ありがとう。ありがとう。はい、次いきます。メディア露出の少ないタカが、エースチャンネルに出演してくれた理由は？え？アスがしつこかったから。イエーイ。ちなみに、神尾延めぐみ選手も、もう強制的に出演してもらいました。いや、でも、でも、あれだよね、アスから打診があって、いやいやしなかったよね、多分。うん、タカはすぐいいよって言ってくれた。だってお世話になってるもん。お世話になってないよ、全然お世話してないよ。ほんと、アッスーだからにつきます。嬉しいお言葉、ありがとうございます。これがエースチャンネル。いや、これこそが。今後もよろしくお願いします。お願いします。タカ
これさ見てくれたやんな、 A チャンネルのさやつ見てくれてるやんな、20の質問。うん、なんかねチラッと見た人は見た。なるほど。ということは今からサッカーモードに切り替わります。あ、なんかやってたよね。お手本見した方がいい？うん、何すんだっけ。サッカーモードとか、うんうん、サッカーモードとか。うん、え、それ本当？ほんま、サカはイケメンやから、うん、朝サカにこれやってほしいな。あ、はい、やってって言ったらくれた方がいい。サッカーモード。これでいきます。これでいきます。じゃあお願いします。はい、いきます。サッカーモード。ありがとう、ありがとう。恥ずかしいんだけどこれ。これはタカ、恥ずかしがったら負けやで。確かに、全力。優しい。ありがとう。次いきます。はい。子供の頃の憧れの選手は？マラドーナ、ジダン、ペレ、中田英寿。すごい、いっぱい出てきた。4人出てきた。うん、好きだった、すごく。ちっちゃい時からさ、そういう映像を見てたってこと？うん、なんかね、うちにね、ビデオがあって、なんかね、でもマラドーナと怪物の方のロナウド、ブラジルののゴール集みたいなのがうちにあって、それ見てたのと、ジダンはなんかもうちょっと大きくなってからだけど、なんか母親がすごいサッカー見る人で、なんかそれで。だからさ、タカはさ、ストライカーになったってこと？あー、わ、考えたことなかったな、そういえば。そういうの考えたことなかったかも。なんでフォワードとかないかも。でもやっぱさ、そういうビデオちっちゃい時からさ、もうゴールシーンなわけやん。うん。いっぱい見てさ、もう自分がゴール取ってやろうみたいな。確かに、ゴールシーン見てたから、それをしたかったって思った。確かに、そうだね。うん。うん、でさ、だからちっちゃい時からさ、ゴールいっぱい取ってたんやん。そうだね、そういう映像ばっか見てた。その真似ばっかりしてた。アクロバットとか、そのなんか、うお、すごいみたいなやつを真似してた気がする。え、例えばどんなアクロバット？え、オーバーヘッドとかめっちゃ練習した。砂場で？うん、いや、体育館？痛そう。体育館ですっごい練習した。あれやもんな、雪積もってできへんもんな。うん、そうそう。でも体育館って意外にそんな痛くないんだよ。マジ？うん。あ、でも受け身覚えれたと思う、オーバーヘッド練習して。確かに、確かに、タカってさ、アクロバティックやんの、ゴールシーンも。捨て身、子供の時からそういうなんかことやってたから。あのさ、タカのさ、いつのゴールやっけ、ポストに入って帰ってきたやつをさ、って決まるやつ。あ、はいはい、うんうんうん、覚えてる。うん、ああいうのとかもやっぱなんていうんやろ、アクロバティックじゃないけど、まあゴールの嗅覚というか。だからさ、ポストに当たってもさ、すぐやで、パパーンってな。目の前にボール来たんだよね、あの時。でもえ、でもそこにおって、ポストに当たってもうすぐ来て、タカのとこに。そう、めっちゃ覚えてる。ナホさんが打ってと跳ね返ってきてね。あ、ナホが打ったシュートやったその時。いや、テントリアはこっから来たんや。うん、ありがとう、貴重な話ありがとう。ありがとうございます。はい、丸選手のここはほんまにすごい、誰のどこ？ねえ、サメさんの筋肉。誰もが納得、それは。いや、本当にすごい。サメちゃんの、うん、特にどこの筋肉で、やっぱりでも足の筋肉すごいなって思った。かっこいい、なんかかっこいい。腕の筋肉とかも、腕の筋肉かっこいい、いつもかっこいいなと思って見てた。わかる、超かっこいいよな、うん、かっこいい、すごい。じゃあ、うん、タスナが好きなサメちゃんの部位言っていい？うん、言って。逆三 の後ろから見た背筋、うん、背筋。あー、はいはいはい、強いよね。うん、あともう一個ある。何？お腹がお腹いっぱいで出てるのに腹筋が割れてる。もうさ、見せてもらいに行ってるじゃん、その状況は。お腹いっぱいの時に、うんうん、もうお腹いっぱいでサメちゃんのお腹をチェックしても割れてるっていう。すごい、すごいね、うん、本当に羨ましい。あんな体になりたかったな。でな、うん、いやさ、一回な、高校の時にサメちゃんに聞いたことあんねん。うん、なんでそんなムキムキなんて。そしたら帰ってきた答えが、
ん、あのちっちゃい時にな運転ばっかしててんで、うん、運転公園にあるやん、うん、なんかあれのおかげとか言って、本当にやってたけど運転やってた、出すね、やってなかった、めっちゃやってたけどマジ、だからタカ筋肉あるやん、タカもすごいもん、うん、ありがとう、でもあんなバキバキではないよ、やばい、これ筋肉について、これ筋肉ある人に聞かなあかんな今後、うん、運転やってたかやってなかったか、そうなん、集計しよう、面白いデータが取れる、次いきます、はい、プレーする上で一番心がけてることは、最近だけどもう今の自分、今の自分をどう心がけてる、今の自分で 100% って思ってる、なんていうの、俺やっぱやれることとかさ、今まで動けてたところが動けなくなってきたりとかもあるじゃん、正直年齢とかで、でもまあ経験値は増えてるとかなんか変わってきてると思うの、自分自身もきっと、うんうん、だしじゃあ痛いとこがあるないとかもそうだけど、そんなその時の自分で 100% やろうっていうのは心がけてるかな、すげえ大事だよねそれ、うん、なんかもう認めてあげるじゃないけど、自分今の自分を認めてあげる、でやれることを全力で やっていくみたいな感じ、間違いない、年齢を重ねれば重ねるほど自分に矢印向けてさ、やってる人がやっぱ長く現役やってるなって思うんだよね、そうだね、うん、でもそうじゃないと無理な気がする、ベテランになるといろんなこと見えてくるもんね、チームのこととかさ、うん、でもやっぱね、自分にフューチャーして結果でみたいなところも必要だからさ、うん、さすがだなって思った、ありがとうございます、うん、続きます、はい、Wリーグですごいと思う選手は、Wリーグですごいと思う選手、いっぱいいるけどやっぱり